マッシモ・アンブロジーには、イタリア・ペーザロ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1994年に、セリエ B の AC ・チェゼーナで、プロとしてのキャリアを開始。翌年には、当時の監督であったファビオ・カペットたっての希望で、名門の AC ・ミラーに引き抜かれた。以後、 レンタルでビチェンツァカルチョでプレーした1997から98シーズン以外はミランに所属。怪我に苦しむ時期が長く、格好たるレギュラーというわけではなかったが、出場すれば良いパフォーマンスを見せ、チーム内では古参の一人として勝利に貢献した。2006から07シーズン後半から安定して出場するようになり、チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。 イタリア代表としては1999年4月28日のクロアチア戦で代表デビューを飾り、翌2000年の UEFA 欧州選手権2000、2008年の UEFA 欧州選手権2008に出場した。2009年夏、引退したパオロマルディーニに代わり、ミランの新キャプテンに任命された。2013年6月11日、AC ミランは、 アンブロジーニとの契約を延長しないことを発表し、対談が決定した。2013年7月4日、アッコフ・フィオレンティーナへの加入が決定。契約は1年間。ありがとうございます。